この間ね、これをいただいたんですよね。綺麗ね、そうそう。はい。はいはい。すごいフルーティーであるの、この、ね、香りが、はい、すごくホップなので、梅、うん、っぽい感じが、うんうん。で、味がすごく、うん、この1回旨味が、タラジョウジョウさんの特徴ですね。あとね、この紙物からガツンとしたもので、うん、僕は、バイツ。バイツ。バイツ。バイツが今これ、すごい、僕も桃バイツ。フルーティーな桃が、あの、すごい、ピューレがたっぷり入った、白ビールベースのビールなんですけど、すごい、シーズナルビールで、非常に人気。肉やわらかっ、うん、
なんでこんなさっぱりしてんだろうね。ちなみにね、ね、結構がっつりくるやつもある。うん、嬉しいわ。簡単に説明します。はい、あのうちはいつもあのワンプレートランチという形で、うん、あの4皿を出しています。普段はあのパンなんですけど、今日はパエリアなのでパンはつきません。はい、でこちら左上から説明しますけど、こちら人参のポタージュです、ね。うん、はい、もう単純にあの使っているのは、玉ねぎ、バター、人参、あとベジブロースという野菜だしと、うん、あとお塩を使うぐらいで、はい、だけどその大事なのはとにかくバターをたっぷり使う。で今回あの特別ってわけでもないんですけど、セロリの風味がどうするかっていうと、そのベジブロスはこう普通だったらゴミになるような野菜を全部取っておいて、その皮とかそれをただ煮出すだけですごくこう深みのある野菜だしなんですよ。で決してそれで美味しくなったわけじゃないんですけど、野菜の甘みとかがご縁してる。で今回はセロリがそのベジブロスに入っているので、なんとなくセロリという美味しい。うまいですね。うまいね。これもちょっと食べてもいいかな。食べてみましょう。今日気になってる、甘いもの好きなんですよ。ふわっとの甘い、すごいですね。今は卵白をね、泡立った中にチョコレート、これは糖水しますよ、ね、至福の味です。これすごい、やっぱり大事なのはあれですよね、そのチョコレートの品質ですよね。うん、美味しい。これ結構しっかり、うん、高い、うん、でもね、口の中に入れて、うん、柔らかい、溶けてきます。